皆さんこんにちは、マリコです。スペインアンダルシア地方の美しい都市コルドバには、コルドバの歴史地区とメディナサーラのカリフ都市という2つの世界文化遺産がありますが、これとは別にもう一つユネスコから認定されている遺産があります。それは毎年5月に開催されるコルドバのパティオ祭りで、こちらは2012年に無形文化遺産に登録されました。2020年にはコロナ禍で開催が見送られ、2021年に100周年を迎え、さらに賑わいを見せる今年2022年のパティオ祭りの前日に、特別に3つの素敵なパティオを訪問させていただきました。バーモサイペサル。まずはコルドバの位置を確認しておきましょう。スペイン全土の地図で見ると、マドリードとコルドバの位置関係はこのようになります。マドリードから南に約400キロ、マドリード・コルドバ間にはスペインの新幹線アベも通っていて、所要時間は約1時間50分です。1984年にコルドバのメスキータは世界遺産として登録されました。この年はスペインの遺産が初めて世界遺産に登録された年で、マドリード郊外のエル・エスコリアルの修道院と王室御用地、グラナダのアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ、ブルゴスの大聖堂、バルセロナのガウディ作品群としてサグラダ・ファミリアなど、そしてこのコルドバのメスキータの5つが同時に登録されました。それから10年後の1994年、コルドバのメスキータとして登録されていた遺産は、コルドバ歴史地区と名前を変え、ユダヤ人街やローマ橋、アルカサルなども含む旧市街全体が世界遺産として拡大登録されました。また2018年にはコルドバ郊外にあるメディーナサーラも独立した別の世界遺産として登録されました。このようにイニシエの歴史を現代に伝えるコルドバで、毎年5月に開催されているのがコルドバのパティオ祭りです。今回は2週間にわたって開催されるコンクール初日の前日に3つのパティオを訪問させていただきました。まずはパティオデラカジェマロキエス。門を見ただけでは全く想像できませんが、ひとたび足を踏み入れると花が咲き乱れています。このパティオは過去に何度も賞を受賞したことのあるコルドバで最も美しいパティオの一つです。また他のパティオと比べてもとても大きく、通路状になっていて、まるで花の小道のようです。ここはどういう施設かというと、実は普段から住民が実際に住んでいる家の共同の中庭なんです。現在は9つの家族が住み、6つの工房があり、このパティオは共同で管理されているそうです。つまりここはプライベートな個人宅ということで、コンクールの期間中の2週間だけは一般開放されますが、それ以外の期間に訪問することはできません。コルドバのパティオ祭りでは様々なイベントや音楽のコンサートなども開催されますが、一番のメインは色とりどりの花で飾り立てられたパティオの美しさを競うコンテストです。このコンテストは中庭部門やベランダ部門など様々なカテゴリーによって競われ、コンクールの参加者は5月のこのコンクールの時期に花が満開になるように調整するため、この5月の2週間のコンクール開催中は
コルドバのパティオには文字通り花が咲き乱れます。ここは100年以上前からパティオに面する家々にたくさんの家族が所狭しと住んでおり、今でこそ洗濯機やお風呂場、台所などは各家に備え付けられていますが、この共同住居が建設された当時は住人が共同で使っていました。こちらはコアルトデピラスと呼ばれるかつての共同の洗濯場です。コアルトは部屋、ピラは洗面台とか流し台という意味です。コルドバのパティオ祭りが有名になったことから、この祭りが開催される5月以外の時期にもこうしたパティオを見てみたいという観光客がいます。そうした方々のために1年中営業しているパティオもあります。こうしたパティオは観光施設として入場料を支払って見学することになりますが、コンクールに参加しているこの2週間の間だけは入場料が無料になります。それはコンクールに参加するパティオは参加条件として期間中に入場料を徴収してはいけないという決まりがあるからです。普段見ることのできない個人宅の美しいパティオまで見学できるこのパティオ祭りは、ぜひ一度は訪れてみたいお祭りです。音楽に合わせて美しい花の数々をお楽しみください。共同の洗濯場がありましたが、こちらは共同の台所です。スペイン語でコシーナ、台所の意味です。もちろん今は使われておらず、博物館的に当時使っていたキッチン用品などをインテリアとして残しているので趣があります。本当にどの細道に入ってもお花が咲き誇っていて圧巻です。花の咲いていない時期も水やりや鉢の植え替え、肥料をやったり剪定したりと、きっと想像を絶する手間がかかっていると思います。こんなに美しい状態で堪能できるのは本当にありがたいです。この日はコンクール前日だったので、時々住人の方とすれ違ったりするくらいで、観光客は誰もいませんが、ここは大人気のパティオだそうで、期間中はたくさんの人でごった返しそうです。続いて訪問したのがこちら、シエテ・レボルタスという通りにあるカサ・デ・ラス・カンパナス。アソシアシオン・デ・アミゴス・デ・ロス・パティオス・コルドベセス、コルドバ・パティオ友の会というグループが管理するパティオです。
サンペドロ地区にあるこの建物は、元は14世紀に建てられたムデハル様式の建物です。カンパナスというのは鐘のことで、昔は鐘を作る工房だったことからこの名前がつきました。コンサートなどのイベントを開催する広いスペースや舞台がある区画と、その奥にある伝統的なパティオの区画があります。奥のパティオを見せていただきます。これはとても伝統的なスタイルで、白塗りの壁、青塗りの扉、そして壁高くまで咲き乱れる花。ここには現在ジュエリーの工房が入っています。こちらの階段もとても素敵です。許可をいただいて上まで登らせていただきました。階段もパティオのコンクールに向けてきれいにお手入れされています。上から見るとパティオの全体像がよくわかります。大きさとしてはそれほど広くはないんですが、壁も有効利用して所狭しとお花が並べられています。音楽に合わせて美しいパティオの風景をお楽しみください。そして3つ目のパティオはこちらです。先ほどと同じコルドバパティオ友の会というグループが管理するパティオです。こちらのパティオは過去に最優秀賞にも輝いている素晴らしいパティオです。最優秀賞のプレートやその他の受賞歴の記録が壁一面に飾られています。国王陛下ご夫妻も一昨年ご訪問されたそうで、記念写真が掲げられていました。
さて、これほどまでに高いところにある鉢植えにどうやって水をあげたりお手入れをしたりするのでしょうか。コルドバパティオ友の会の副会長のテオドールさんに伺いました。これはパロ、棒と呼ばれるこうした長い棒の先につけられたブリキ缶に水を入れて、それを上手に傾けることで水やりをするそうです。これまでに様々な企業がこの水やりを自動化する機械を考案してきましたが、この手やりの分量や熟練の勘には太刀打ちできず、結局現在でも一番確かな方法としてこのブリキ缶のついた棒が使われているそうです。パティオというのはコルドバではとても一般的なものです。どんな家でもパティオがありますし、そうした個人的な小さなものからメスキータカテドラルに見られるような大きなパティオまで、形もサイズも様々ですが、もともとこのように家や店の真ん中に中庭を作る建築は、古く紀元前6000年頃の古代オリエントの都エリコで栄えた建築様式にまで遡ることができるといいます。また古代エジプト文明でも暑さをしのぐために家の真ん中に中庭を作る建築様式が存在しました。このように世界の古い文明の中にはすでにパティオの原型となるものが存在したようですが、コルドバで発展したパティオの形態は古代ローマ時代に盛んだった建築様式に直接の影響を受けたそうです。それがイスラム支配下の時代を経てムデハル・スペイン様式として定着し、現在のようなパティオの形態になりました。一番最初のパティオと同じように、このパティオにも共同の台所として使われていたところが当時のキッチン用品のまま展示されています。最後にこの美しいパティオを心ゆくまで音楽とともにご堪能ください。100年を超える歴史を持つコルドバのパティオ祭り、いかがだったでしょうか。ぜひいつかお花の咲き乱れる5月にコルドバのパティオ祭りを訪れてみてください。こちらの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねお願いします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの雑学やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただけると新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.